たは私にも夢中ゆっくりレニリアよ。それはそれでまずいんじゃないかな。ゆっくりフランだよ。お嬢様は幻想郷の太陽ゆっくり昨夜です。太陽はまずいんじゃゆっくりメイリンです。あなただけの私になりたいゆっくり小悪魔です。うつむしカエル枕代理ゆっくりパチュリーよ。パチュリー様ようやく今回から別荘ですね。今回から思う存分堪能させてあげるわよ。たっぷりとは。確か今日するのは明日でしたよね。じゃあ明日帰るまでずっと島風に乗るのかな。今回どれだけ島風に乗るつもりなのよ。今日からはのんびり別荘で過ごすつもりだから。日頃の鬱憤を晴らして私の心の安寧を取り戻すためにもね。あ、はいはい。あら、今回は4号車必然的に個室かサロンになりますわね。そういうことね。はい、今回のピケレス特急券ね。サロンに乗るんだ。広々としてるからくつろげますね。入線までもう少しかかりますか。ここで別荘様が入線してきたわ。今日も変わらずいつも通りですわ。まさに私を伊勢まで連れてってですね。しかしなぜサロンなんです。オーロハンに島風のサロンは未乗車だからね。全系統往復島風の全面展望、後面展望、和風個室、洋風個室、サロンの全てを乗車することをライフワークにしているからね。3系統×往復で 2× 座席の種類が5で全30通りの組み合わせになるわね。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は賢島行き特急島風です。バカだけどそういうのフラン嫌いじゃないよ。年なんですからご無理はなさらないように。しかしプライベートスペースじゃないけどサロンはいいわね。コンセントは利用しやすいし広いし、本来6人で使用するところをうつ主さんお一人ですからね。それについては思うところがあるのだけれど、サロンも個室も快適に過ごすなら定員マイナス2人がちょうどいい気がするわ。ここに大の大人が6人いたとすると結構狭い気もしますね。和風個室の掘りごたつに4人身を寄せ合うというのもね。てカーテンで遊んでんじゃないわよ。カフェのメニューだね。今回は行かないの？オーロのカフェは混むのよね。袋だと多くのお客が乗り込んでくるのは鳥羽以降ですからね。賢島時点ならガラガラですよ。走行している間にナンバを発車しましたね。単純な過ごしやすさなら個室よりサロンの方がいいかもね。単に広いからじゃないの？ただお前なんで一人でいるの？で通行人に白い目で見られるよね。添乗員さんたちは慣れたものみたいだけどね。ありがとうございます。あ、毎度毎度どういたしまして。賢島行き特急島風です。まもなく大阪上本町に到着します。お出口は左側です。扉にご注意ください。難波で乗って上本町で降りるお客いるんでしょうかね。ヤギで下車するケースは何度も見ているけど、さすがに上本町や鶴橋はねえ。まずは上本町地下ホームに到着ですわ。ここや鶴橋から乗り込んでくるお客を拾ったら本番ね。この電車は賢島行き特急島風です。まもなく鶴橋に到着します。鶴橋の次は大和八木に止まります。お出口は右側です。扉にご注意ください。地上に出たら上本町地上ホームから伸びている大阪線と合流して鶴橋に到着しますね。今日はお天気が回復してよかったですね。気晴らしのための別荘なのに土砂降りじゃ余計に気がめいるしね。昨日の夜は電車の中で合法的にどんちゃん騒ぎ楽しかったな。他の鉄道会社と連携した酒造巡りみたいなイベントもありましたね。毎年実施されてるっぽいけど参加しようとしないわね。全部訪問して試飲する企画も考えたけど絶対に倒れるからね。そんなの普通に楽しむだけでいいじゃないですか。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は賢島行き特急島風です。途中大和八木、伊勢市、宇治山田、鳥羽、宇方に停まります。次は大和八木、八木です。どうせならヤギも通過してもよかったのに。鶴橋や西大寺からヤギの間のお客さんを拾えないからでしょ多分。例えば高田市に住んでいるお客がわざわざ鶴橋まで出向いて乗るだけじゃなくて帰る時にも鶴橋に強制連行されるのは少し辛いでしょ。普通は羽を突っ特急という状況ですが島風にも乗車したい時もあるでしょうね。
パチュリー様やウプヌシさんの場合は始発駅まで無駄に戻ってそこから乗車しますよね。そらそうよ。昨日火の鳥を途中の鶴橋で下車したケースの方がレアなんですね。奈良線が天に帰っていくよ。伏せ要塞を通過したら我ら兄弟の根性の別れとなろう。まあこの先大阪線と奈良線が交わることはありませんが、昨日のビール列車みたいなイベント列車ならぐるっと回ってただいまなんてこともありますが、まあそれは列車の話で路線自体は関係ないじゃない。それにしてもいつ見ても立派な要塞ね。関東にも青戸要塞や蒲田要塞がありますわ。バイバイ。寂しい。これも時代の流れよね。サロンに乗車するための乗車券セットですか。フリーパスと子供用の乗車券が3枚あるね。カフェの案内ですか。ただいま、カフェ席および販売カウンターをオープンいたしております。カフェ席では、ハマグリのシーフードピラフ、松阪牛カレー、ワイン、スイーツ、ジュースをご用意いたしております。販売カウンターおよびワゴン販売では、特製幕の内、島壁弁当、赤福餅、車内限定、オリジナルグッズなど販売いたしております。どうぞご利用くださいませ。ありがとうございます。カフェは行かないの？行くんだったら発車前から並ばないとね。往路は混むし。今回は前回買ってきたパンがあるしね。アンパンは5個入りですから小分けにできますね。愛という騎士か友達のいないヒーローの生首が5個もあるのか。おやめください。こちらは随分大きいですね。玉出木村屋さんでダントツの一番人気ベネチアーナよ。大きいから半分のやつにしたけどね。生地にオレンジスライスがたっぷり練り込まれていて、アーモンドやヘーゼルナッツのトッピングがありますわ。白いのは砂糖ですね。これ食べ始めたらあっという間に食べきっちゃうのよね。同時に963キロカロリー摂取することになるけど、ポチャリー爆誕だね。少しぐらい太めの方がモテますよ。パチュリー様、ベネチアーナを貪っている間に島風は高安を通過していきますわ。今日は何がお休みしていますかね。駅の手前も含めて今のところはいつもの皆さんお疲れさんってとこだよね。緑のあいつはいるんじゃないかしら。クラブツーリズム専用の15,400系ね。富吉にも2両配属されていますわ。記念乗車証も無事入手しました。特急券の人数分もらっちゃった。大和路線こと関西本線と交差したということは、もうすぐ真っ昼間からご対面ですね。ビール列車乗車時の際はいじり損ねましたからね。け、すごいよ。昨日の大雨でいつも以上に汚水が荒ぶっているわ。もう少し雨が続いていたら柏原市全体が汚染されていましたね。あなたたち飽きないわね。大和川を渡り切ったら河内国部を通過しますね。その後はいよいよ金剛山地に挑んでいきますね。やめられない、止まらない。食べ過ぎは体に悪いと思ってもついついね。大阪教育大前を通過したらすぐに新玉で山トンネルに入りますわ。トンネルを抜けたらもう奈良県ですね。やっこう奈良県だよ。これは和歌山県ですね。関西大回りでは定番ね。パチモンウイングのロングシートで延々と奈良和歌山の山の中を突き進むんだよね。そして島風は五移動へ。面白いものが見れればいいですね。まあいつもの皆様がお出迎えよね。日常よ日常。闇に到着する前にウプヌシさん平らげちゃいましたね。いや正直まるまる一つでも食べちゃうわねこれ。カロリー爆弾なんですけどね。当チャンネルテーマチャイム故郷の人々ね。
ヤギですね。昨日はヤギ西口連絡線を通って橿原線に抜けましたね。昨日日の鳥に乗車していた時、接近巫女の常念がいた気がしますが、今日は大丈夫なんでしょうかね。除霊したから大丈夫だよ、多分。本人がいたらどうするのよ。ウプ主がお金出さなきゃここまで来れないわよ。フラグでもなんでもなくいるわけないわ。逆にちっとも安心できなくなったような。まあどうなってもネタになるからどうでもいいって考えてるでしょ。キャハ。京島風の通る二の口連絡線と合流しますね。間髪入れずに反対側では八木西口連絡線が分岐していくわ。もう少し先ですわね。昨日ここを通ったんだよね。今度はクラフトビールを飲み放題してみたいわ。スーパードライは？お疲れ生です。マルエフなら行くわ。はは。何か見えたかな？プラズマよ、きっと。そうなんですかね。そう思っておきなさい。いいわね。まあ無事にヤギには着きました。今後の工程ではヤギに戻ることはありませんから、まあよしとしましょう。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は賢島行き特急島風です。途中伊勢市宇治山田鳥羽宇方に停まります。次は伊勢市です。さあ伊勢市までノンストップよ。まあ鶴橋から伊勢市までノンストップの伊勢市ライナーもあるわよね。間違えたら伊勢市まで強制連行されるから大変だ。その代わりというわけではありませんが、島磯辺に停車しますね。用のあるお客いるんですかね。いくらなんでもそれは耳なし山の横を通り過ぎてさらに投信するわよ。一応耳なしと大福の間では少し株山も見れますわ。三つの山が一つになればってやつだっけ。惜しいですけど違いますよ。惜しくないでしょ。先ほどご覧になった耳なし山と橿原神宮前近くのうねぎ山と合わせて山と三山と呼ばれていますよ。まあフランの言う通り合体したらロマンよね。ロマン合体したら近鉄なら駅にいる目の笑っていないマスコットになりそうで怖いわ。セントロボですか。鹿の角を投げつけてセントブーメランとかやるんだよ、きっと。セントアローは超音波、セントイヤーは地獄耳、セントイングは空を飛び、セントビームは熱光線ですか。違うものが混ざっているわね。そういえばいろいろとコメントをいただいていたけど、メリアンより前の曲が好きな方結構いるのね。ウプ主もそうじゃない？冬将軍とかいいわよね。島風は奈良盆地を抜けて宇陀山地に入りまして、灰原駅を通過中です。もう少ししたら三重県に入るよ。大和トンネルばかりでどれだか見込めないのよね。奈良県最後の駅三本松ですわ。宇陀川を最初に渡る時点で三重県に入りますよ。これで三重県に入ったわ。さらに先に進めば伊賀盆地に入るわよ。三重県最初の駅は亀渕ですね。もう名張りしないですわ。ここではウォンのお姉さんが来たから、せっかくなので購入。ご覧の通りツーデイジルもなくなりましたしね。みかんジュースとコーヒーですか。ここまで珍しく健全ね。カロリー面はともかくね。どうせなら伊勢島で美味しいものを食べようかなって。伊賀上のね。ここから先布引山地に入るかしら。青山高原ですわね。あ、じゃあそろそろ新青山トンネルも近いね。まだ少し気は早いですけどね。まさかまたあの新入銀髪を召喚するんです。出番をあげたのに嫌がっていたからそれはしないよ。あまり全方面に迷惑かけちゃダメよ。みんなに出番を供給するエンジェルフランちゃんだよ。雨は降らなそうですが、いまいちはっきりしない空模様ですね。雲一つないと暑くてたまらないから、これぐらいでいいわよ。大阪線内屈指の秘境駅西青山よ。この先には新青山トンネルが待ち構えていますね。それじゃどうしようかな。入りましたね。まあ手に負えなかったら強制送還させるから。妹様無茶はしないでくださいね。そんじゃ行くよ。ブルンブルンサムサムサ。一部擬音が違ったような。なんかとんでもないのが召喚されたわね。あれ？おかしいな。あらあら、一体何の御用かしら。想定外の事態で恐縮ですが、素直にお帰りいただけませんか。大方そこの子娘が召喚魔法を間違えたんでしょうけど、まあいいわ。
そこの代理さん。え？近いうちに私にもちゃんとした出番をよこしなさい。それでひとまず手打ちにしてあげるわ。編集日の次の日に出演オファーする予定の素材を撮影しに行くので、はい。あら、そう。期待しているわ。じゃあさっさと返してちょうだい。新青山トンネルを出たら魔法の効果も切れるから時を進めるわ。それじゃよろしくね、約束よ。あ、面白かった。あんたね、本当に専用の素材を撮影しに行くんです？そこで嘘はつかないわ。ちょうどいいネタがあるからね。列車はカイトトンネルに入っていますよ。カイトトンネルを抜けて東青山を通過中ですね。乗車してから1時間ぐらい経ったかしらね。濃縮還元と違ってストレート果汁はすっきり爽やか。皆様も伊勢島に来られた際にはぜひご購入ください。宣伝落ちってやつですか。赤服に支配された伊勢中川までやってきたわね。名古屋でも京都でも難波でも売ってるじゃない。島風は大阪線から山田線に入りますわ。少しお日様も顔を出したりしてちょうどいい塩梅ですかね。雨さえ降らなけりゃなんでもいいよ。あまり暑苦しいのも勘弁よ。って、なんちゅう格好してるのよ。一人でサロンに乗るとどうしても寝ちゃうのよね。このスペースを一人で使い放題なのはなんとも贅沢ですよね。なんか河川もない線路が合流してくるよ。紀勢本線ですわ。名勝線も走っていますわね。名張まで永遠にたどり着くことのない名勝線ね。名勝線の名は名張の名だものね。近鉄が通しちゃいましたもんね、大阪線。あ、有名なお店ですね、あれ。すき焼きはお二人様からだけど、一人で二人前食べるならいいよと言われた模様。一人前は 80g 程度ですから、お金は別としてどうにかなるのでは。刺しというか油がねえ。本当は以前液タグのスタンプを集めていた時に、最終日に集め終わった後寄ろうかなって思ったんだけど、時間が合わなくて断念したわ。あらあら。串田川ですね。歴代の斎王が投げ捨てた串をあさりによなよな石碑巫女が徘徊してるという。また嘘吐いてんじゃないわよ。大雨のせいでちょっと濁ってたけど、どこかの大和川よりは綺麗だったね。あそこより汚い河川はそうそうないかなって。お客様にご案内いたします。まもなくこの電車は台風平安の森を通過いたします。左側に3棟の復元建物がご覧いただけます。平安時代を身近に感じる台風平安の森にぜひお出かけください。ありがとうございました。島風に限らず伊勢島方面に向かう特急で案内されるんでしたっけ。汎用車で聞いた覚えがあるから多分ね。でもこれだけじゃパンチが弱いわね。特急どころか急行も停車しないし、回らんせを使ってついでに訪問するならありかもしれませんが。お客様にお知らせいたします。あと5分後で伊勢市に到着いたします。通りのお客様は車内にお忘れ物のないようご支度願います。なお、ロッカーをご利用のお客様はあらかじめご準備いただきますようお願いいたします。大和屋根からノンストップで走り続けてようやく伊勢市ですね。お伊勢参りのお客がそれなりに降りるんでしょうね。うぷ主さんはやらないんですか？撮影できたかしら、あそこ。一応動画投稿する前に一度訪問したことはあるわよ。確かマワヤンセを使っていたかしら。いずれマワヤンセを使用した工程を組んでみてもよろしいのでは？いろんな特典もあるんでしょ？今はどうかわからないけど、鳥羽から先はお一人様用の宿泊施設がねえ。お金を払うと言ってもお一人様に用はないとばかりに断られていましたね。平均的なファミリーよりも散財していると思うんだけどね。まあいつかマワヤンセを使った動画も作成したいわね。日本屈指の清流宮川を渡ると聖域に入った気になるわ。あれだけ雨が降ったのにほとんど濁ってないし綺麗だね。大和川とは格が違うわよ、格が。またいじってる。伊勢市に到着します。お出口は
左側です。扉にご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。We will soon make a stop at Iseishi. Station number M73. Please take care when exiting from the left side of the train. Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Shimakaze. We 将到达御室室。羊飼いの家路が流れて三宮線とも合流したらもうそこは伊勢市よ。三宮線は鳥羽まで伸びているわね。東京とかからずっと JR で来るなら選択肢にも入るね。快速三重文字流石なら余分に料金もかかりませんわ。本数は比較になりませんがね。うつ主さんのような知れ物は気分次第なんですか。選択肢をわざわざ狭める必要もないし。伊勢市に到着するわよ。うつ主が言ってるお伊勢さん三連星の戦法だね。伊勢島ライナーにかぶられてしまいましたわ。伊勢市発車後は間髪入れずに宇治山田ですね。まもなく宇治山田、宇治山田に到着します。お出口は左側です。扉にご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。 We will soon make a stop at Uji Yamada. Station number N74. Please take care when exiting from the left side of the train. Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Shimakaze.英語案内が終わるとほぼ同時に宇治山田に到着しますわ。下空に参拝の際は伊勢市か宇治山田で下車してください。参拝の際は先に下空よ。わかっているわね。先に伊勢津川に行って内空に行っちゃダメよ。もっとも島風に乗車している場合は問答無用で伊勢津川を通過するからそんな心配は全くいらないけど、ここだけ通過するのもかわいそうだね。基本下空が先なんだから問題ないとは思うけどね。宇治山田から鳥羽までは鳥羽線になりますわ。今三分線と交差しましたね。じゃあ鳥羽も近いのかな。三宮線もお隣にやってきましたよ。鳥羽では結構なお客が降りていきますね。駅の近くにファミリー向けな観光地が目白押しだし、浦田や賢島って思ったより何もないよね。スペイン村は浦田からさらにバスに乗らないといけませんし、賢島もクルーズ船やホテルはあるけど駅周辺の飲食面が少し弱い気もするわ。真っ赤っかな伊勢島ライナーだ。真っ黄色な伊勢島ライナーもいますよ。並んでいる様はまるで貧乏巫女こそ泥魔法使いのようね。伊勢島ライナーに失礼じゃない。この電車は賢島行き特急島風です。次は宇多田に止まります。この駅35分の発車です。発車まで3分ほどお待ちください。3分間の停車の後島風は鳥羽を発車して島線に入ります。次は尾形だね。前になんかコラボやってた。あれでお客の入りは変わったのかしら。うつ主さんみたいなのは置いておいて純粋なファミリー層からは何のこっちゃと思われたかなと。せめて青田抜きとか猫畜生なんかとコラボしたらまた違ったかもね。コラボするだけで結構お金かかりそうね。この電車は賢島行き特急島風です。次は宇形です。
いつも海側眺めてたけど、こっちはこっちでいろいろ観光客向けのお店あるよね。ウプ主が鳥羽に来て寄るお店は全部こちら側よね。陸に上がった船編なの。餃子屋みたいな名前したお食事もできるお土産屋さんじゃなかったかしら。餃子屋、有名なチェーン店と同じ名前ですわね。あれ、ここどこだろ。神の貿易ですわね。そう、島磯部のお隣の神の貿よ。そこ念押しする必要ある？ねえ、毎回磯辺を通るときに何かいじらないと気が済まないわけ？なんか習慣づいちゃってねえ。ほら、継続は力なりっていうじゃない。そんな習慣こそ大和川なり綾瀬川にでも捨ててしまいなさい。お客様にご案内いたします。ただいま進行方向左手奥に島スペイン村が見えてまいりました。島スペイン村は上質の国、スペインを再現したテーマパークのパルケスパーニャ。リゾートホテルのホテル島スペイン村、伊勢島温泉、ひまわりの木からなる複合リゾートで、お子様から大人まで幅広い世代でお楽しみいただけます。島スペイン村へは次の宇方駅でバスにお乗り換えください。ありがとうございました。お出口は右側です。扉にご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。 We will soon make a stop at Ugata. Station number M91. Please take care when exiting from the right side of the train.Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Shimakaze. 即将到达提方。이번역은우가타에도착합니다。ところでさっきコラボの話していたじゃない。まだ何かあるの？浦安のネズミとコラボするとか。両修正だけど楽しそうだね。それ以前に商売が滝なのでは。圧倒的にスペイン村の方が滝場が弱い気がしますが、どうなんでしょうか実際。少しずれますが、スペイン村関連でビスタ EX にお邪魔女のぬいぐるみを飾ってたりしていましたね。20周年記念で映画が上映されたのも驚きだったわ。じゃあ今度は日朝つながりでプリティでキュアキュアな皆様とコラボするのはどうかしら。すでにやったことあるならごめんちゃい。キャラ多すぎてわけわからないかも。まあ一度試しにスペイン村にも行ってみたいけどね。おっさん一人で？うぷ主さんには大ダメージですね。この電車は賢島行き特急島風です。次は賢島です。ついに賢島のお隣の島新名を通過してしまいます。感慨深いところだけど、次回もどうせ島風よね。マイボニーも流れてしまいましたわ。まもなく賢島に到着します。この電車はこの駅までです。車内にお忘れ物のないようご注意ください。近鉄特急島風をご利用いただきありがとうございました。 We will soon make a stop at 賢島 Station numberM93. This is the final stop for this train. Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Shimakaze. 即将到达贤岛。本次电车的终点站到了。이번역은가시고지마에도착합니다。
さて、かしこ島に入島するわよ。チャンネル解説から何回入島したんだろ。あなたは今まで食べたパンの数を覚えているのかしら。聞きたい。昨日までの時点では 99,822 枚だよ。嘘おっしゃい。かしこ島に到着しましたわ。この空間ともお別れですね。お名残惜しいですが降りましょうか。はい、島風が一番最後にかしこ島に到着ね。わーい、全部揃い組だ。あれ、全部揃うことなんてあったかしら。まあいいか。今回の動画は以上となります。何回乗っても新たな体験。いやー、島風って本当にいいものですね。次回はお食事してからまた島風に乗車しようかなと。今回は別荘で心の傷を癒すと何度もお断りした通り思う存分乗り倒す所存です。一応座席も全部違いますので、はい。続きはチャンネル登録をお済ませになり気長にお待ちくださいね。伊勢島の海の幸が私を呼んでいる。ご視聴ありがとうございました。